今日は9月11日の水曜日で、今時間は10時です。今日ね、山梨県の、大菩薩霊に来ております。スタート地点はね、上氷川峠の駐車場からスタートしていきたいと思います。ここですね、現在地から、この福ちゃん荘を通って、雷岩、大菩薩峠で戻ってくるという感じで行ってみたいと思います。ではですね、スタートしていきたいと思います。クマが出るみたいなんで、ちょクマ鈴忘れました。福ちゃん荘までは車が通れるような感じで、なんか道が整備されてるみたいです。じゃあ登山道です。レッツゴー。福ちゃん荘まではこんな感じの林の中を歩いてます。キノコめっちゃ生えてます。はい、今10時43分です。最初のね、福ちゃん荘に到着しました。割と近いなっていう感じですね。おお、ここで休憩できますね。馬刺し1600円、アイスシルク500円だ。さあ、山頂の方はちょっと薄暗いかな。早く行かなきゃ。今11時です。ここか、福ちゃん荘に来て、トイレがありました。で、トイレ休憩して、右と左とあるんですけど、左の方、こっちですね。に行って、唐松尾根から、雷岩に行きたいと思います。で、ちょっと雲がどんよりしてきたけど、ドローン飛ばしたら眺望はあったんで、こっちですね、行ってみましょう。福ちゃん荘分岐。急にシャドウが上がりました。よいしょ。お、岩場です。たら山頂かな。ちょっとね、景色がこんなですけど、
今12時10分なんですけど、ちょっと雨が頂上着いた途端に降ってきちゃいました。とりあえず雷岩に登ってみたいと思います。あー残念だな。右側は晴れてるんですけどね。今12時16分で一旦大菩薩影の山頂に行って、雨が止む可能性にかけたいと思います。大菩薩影に到着ですと。大菩薩影2057メートル、三角点と見晴らしはゼロ。12時35分です。山頂について絶望してたんですよね。雨が降ってきて、ところがですね、天気図見ると雲が今から毒みたいで晴れそうです。街もほら見えてきました。めっちゃ綺麗。じゃあ今日はですね、山梨といえばチンゲン餅買ってきました。そうですね、あと今日ライバルも持ってきまして、これは新潟の金沢総本舗の出陣餅です。上杉謙信と武田信玄の上場決戦始めたいと思います。じゃあまずは信玄餅から。で、信玄餅か、信玄餅、信玄餅で、こちらな、出陣餅勝負。さあすごい、これ一緒ですね。で、ね、出陣餅はよもぎ、あ、よもぎっぽいんですよね、うん、出陣餅。あ、ちょっと蜜の感じが違う。すごい、鹿がめっちゃ近くにいる。すごい、すごい、すごい、人を恐れてませんね、君は。君は人を恐れない。こんにちは、こんにちは。勝負あり。はい。で、このですね、残ったきなこ餅がちょっともったいないんですけど、このきなこ問題をちょっと解決したいと思います。張り付かない銀が。で、じゃあこの袋からですね、取り出したるは餅、チェーン、よもぎ、じゃあってことで餅を焼いていきましょう。餅が焼けました。
で、これで、きな粉をくっつけて食べていきたいと思います。これで、信玄餅のきな粉餅問題は解決です。ちょっと一口。こういう感じで、問題解決です。うん。2時58分です。稜線歩き諦めてたんですけど、稜線が見えました。今日なんかすごく変な天気ですね。でもいいか、この稜線が歩ければよしとしましょう。5時47分です。もう辺りは霧が立ち込めちゃって、でもね、下の方は晴れてて、ずっと今日は不思議な天気の山歩きでしたね。これ開山荘、ここが大菩薩峠だと思います。あった大菩薩峠、はい、1897メートル、山梨県の大菩薩峠でした。